あいつらナバスアレンには行けたみたいだけど、ウリエンジェの連絡を受けて行ってみれば、タロースは倒れてるわ、トロッコは横転してるわ。一体何があったんだ。さあな。まあタロースについては神格も無事だったんだ、いくらでも直しゃいい。あいつら自身にしたってとんでもねえ強運の持ち主だからな、そう簡単にくたばりゃしねえさ。だといいんですけど。って、なんだこの空。やっとアムアレンからも光を払うことができた。やったよテスリー、あなたの大事なみんなもきっと良くなっていくわ。ユールモア軍の飛空艇だ。空に闇が戻ったのを見て撤退したんだろう。これで倒したオオツミクイは4体、光に覆われている主要な地域も残るはコルシア島付近のみね。
ああ、バウスリーも次は総力を挙げて対抗してくるだろう。連中の本拠地でもあることだしな。大罪杭と決着をつけようとすれば、必然彼らとも決着をつけることになる。それを世界を救うための最後の戦いにするんだ。